納豆巻きできた？うん、できた。やっぱりむずいな。うん、ちょっと作ってみてや、ちっちゃいから。お姉ちゃん作ってみて。あ、海苔がちっちゃいから。あ、海苔な、大きい海苔なした方がよかった。うん、作るならな。おお。危な、ちっちゃい。風うん、風で巻くだけやと。はいはいはい。おお、納豆巻き。わ、食べてみて。すげえ。できた。何？早く。早く。あった、はい。あった。うまくできたね、これ。うまい。おいしい。おいしい？うん。よかったね。うん。食べよ。食べましょう。朝ごはんちょっと遅めのうどん醤油にしてみるわ。え、俺もじゃ あ俺じゃあ普通の醤油にしてみようか。ええ、うわ、明日帰るやんな。どっちもいいよ、自分の好みで。いや、分からないですよそれ。いただきます。そう、プール水曜日にあんねんて。あ、水曜日にもある。うん、うん、めっちゃあるやん。そうや、うん、醤油にしよう。月曜日はさ、うん、5、6時間目やったから。うん、うちよりに入ってくる。あ、どうですか。終わった。わざと。え、わざとじゃないねんけど。遅めの朝ごはんはどうですか。おいしい。見てて。え、うん、おいしい。終わった。マグロ丼。ここはなんか掃除しようと思った。暴れた。じゃあカフェ行こう。これこの食事終わったカフェ行こう。3時やってはる。お風呂やって。うわぁ、何してんの。じゃあね、この中身が汚かったから掃除しようとしたら割れてんって。中身が汚い方が良かったな。うわぁ、ちょっと割った。だって汚かったよ。掃除せんに。ほら。うわぁ、もうあかんやん。だから言って。ああ、頑張ろう。とりあえず帰るまでは丁寧に使わな。これでもさ、帰ってもまだ届いてなくない？早かったら届いてるじゃん。なんかゆるキャンで食べてて有名。あ、そうな、うん、温泉卵、うん、の天ぷら。天ぷら？うわ、来たな。ねえねえ、どうした？めっちゃ飛んできてんけど。滝のように。もしもう、あの iPhone11 って可愛いのないよな。まだ悪くない。ママのなんかこれやで。いや、見てくっけー。すごい顔すんな。買い物行ってそのまま温泉行ったらいい。うん、買い物行って、これ持ってって買い物行って氷入れて温泉行って卵買って帰ってくる。ああ、うん、一回もここに戻ってくるってこと。一回も戻ってけん。最後戻ってくる。あ、あ、これごと持ってってこれごと持っていく、うんうん。で、卵食べて、もうそのままカレー。え、お昼ご飯は？お、忘れとった、お昼ご飯。お昼ご飯あれやん、カップラーメン。それよりカバーみたいな。それに卵合うかな、思って調べとこ。おいらたちのお昼ご飯何やったっけ。あ、もうちょいだな、そっち。あ、はい、ありがとう。Ha ha ha!
な。これとこれとこれとこれ全部。このふーちゃんの好きなポテトフライは？いらん。あ、マシュマロいいやん。焼きマシュマロ一応。あ、ビスケット持ってきてないんか。うん。熱っ。熱いマジ。ジョー入れる。ジョー入れる。あ、ほんならジョーを入れてこれロンティーしたら4,500円ってことやんな。いやいや、うん、じゃあさっきやりますゲーム。やります。買うんすよね。いや、どうしよう、オーバーサイズ。練習していいですか？練習で入っちゃってんのかね。練習とりあえず2回。頑張れパパ。これ500円で入れてて T シャツもらえたら、すごい。あれ2500円とかしたよね、T シャツ。そうですね、お得だと思います。だいぶお得やな。パパ頑張ってな。惜しい。でも惜しい。そんな感じ。めっちゃ惜しい。いけるんじゃないこれ。頑張れパパ。真剣やで。うわー、おー惜しい。よっしゃ。もう3回やで。いきますよ、はい、入れちゃいますよ。入れちゃってくれ。ほんまに弱いやん。すげー。マキと T シャツ狙うわ。やっぱ難しいで。マキと T シャツ、その？そう、子供やったら。おお。ああ、無理無理無理。半分前からやり。惨敗でーす。惨敗や。もうしゃあないな。よかった。今の。これ買います。いいですか？はい。旅の記念に買います。これ着てキャンプするんだ。私も欲しいなってんけどな。袋まで持ったら欲しい。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。全然取れてない。いますです。取れてる？だかな。よし。ふうちゃんこれ取れた？取れた取れた。山梨ですわ。食べたくない。山梨の桃は美味しいな。夏やな。Tell that you're tough.
Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. てかさ、あのでっかいさ、DO 行ってみたいねんけど、気にならへん、パパ。パパ、今500円ぐらいしか持ってない。違う違う、あのでっかい DO 気にならへん。え？あのでっかい DO。DO？ パパ、DO というユニクロに全く興味ないねん。お前、前買ったやん、セカンドトップ。お、ほんまや。セカンドトップよかったな。あれ当たりやったわ。やろ？ DO、たまにそういうのあんで。あの、ほんまは、な、ドアーズで買おうとしたやん。肌着のタンクトップが3000円ぐらいすんねん。だから DU 安いねんて。肌着に3000円払おうとしようとよ。あ、ほかよ、お前。欲しいなって思ってんけど、生地感が全然ちゃうかったやん。全然ちゃう、やっぱ GU っていうの、GU ってやってよかったわ。誰も気にならへんの、でっかい GU。道が広いか狭いかの黒の、黒のタンクトップ買ってくれないうん。いや、ママやん、金出して。え、パパ自分の働いたらお金持ってきたよ。500円じゃ持ってない。え、500円じゃ給料もらってない。でも先生、それやったら絶対住んでいかれへんって言ってた。住んでいかれへん。10万円やったらもう死んでるって言ってた。10万円じゃ足りひんな。どう払ったら割りやってた。そりゃそうやわ。斬新だね。斬新だね。シラスのアヒージョあるやろ。え、そうなん、うん、やばい、めっちゃいい匂いする。Connected.
てんの。あ、開けてんのか。あ、そうか。今日は木の棒どこ？木の棒。全部燃やしたよ。え？どうした？うん、ほら一応。はい、おはようございます。おはようございます。いや、さっぱりしたですね。さっぱり、お風呂も入ってね。ほったらかし温泉。2日ぶりのお風呂ですわ。2日ぶりのお風呂ですわ。臭かったな。なかなか過酷な状況だったね。2日間お風呂に入らへん。ママとふーちゃんは入ったもんな。入った。初日、初日も2日目だから、あっちの湯もこっちの湯も2つ入りました。イエーイ。夜バージョンも朝バージョンも入りました。イエーイ。いや、よかったっすね。よかった。まあとりあえず風呂上がりにあそこの何やったっけ、気まぐれ食堂やったっけ、うん、でそんな感じ。朝ごはんセット食べてで、歩いて戻ってきて、ちょっとコーヒー飲みたいから。で、ただいま今6時52分です。おお、まだ7時前。やっぱり朝はコーヒー飲まない、始まれへんから。コーヒー入れるからちょっと片付けしとってくれ。家帰るまで時間かかるからな。そう。でも早くコーヒーだけ飲んで、うん、撤収して帰りましょう。美味しいコーヒー入れるからちょっと片付けとってそう。片付けのコーヒーよろしくね。うん。うん、美味しいコーヒー入れようかなー言ってね。Hello, コーヒー入れようか。そのね、焚き火ブレンドでお願いしますね。はーい。焚き火ブレンド入れてみようかなー。うわ、すごい氷全然溶けてない。わ。ごめんて。やばいよ、マジかもしれん。あれや、全集中できてないから。氷たっぷり入れてな。もうめっちゃ濡れたけど。できた。富士山もめちゃくちゃ凍らってるやん。おはよう、富士。コーヒーできたぜ。いけた。お、サンキュー。いけましたか、コーヒー。はい。カフェでしか飲んでないからな、コーヒーなしで。確かに。このキャンプって初めての焚き火ブレンド。はい、ナイスキャンプです。ナイスキャンプでした、今回も。うまいな。いや、満点の焚き火ブレンドやな。全然違う。うん、うまい。どう、焚き火ブレンド。最高、安定。いつも通りの美味しさやわ。富士山見ながら飲むから、なんかすごい雲かかってんな、だって下に。すごい、ほんまに。下雨降ってんじゃない、すごい。すごいよな、二重になってる。え、お前がそれ焚き火ブレンドちゃうからな。レインボーマウンテンやこれ。レインボーマウンテン。あ、マウンテンだけに。いやもう
美味しいわ、レインボーマウンテンレインボーマウンテン美味しいわレインボーマウンテンも毎日飲んでるからな、ほぼ焚き火ブレンド飲みたかったな、うん、うん、うまいというわけで、どうでしたか、2泊3日のほったらかしほったらかしキャンプ場、あっという間やった、初めてのほったらかしうん、最高でしたね、富士山見ながらのキャンプですよ、うん、キャンプ人生で2回目ですか、富士山見ながらキャンプするっていうのは、うん、公安以来ですよね、公安以来、公安なんて何年前、もう4年前ぐらい、コロナの前やからな、3年4年ぐらい前、もうやりたての時ぐらい、そうやんな、4泊したからね、公安4泊あれも公安あれもあっという間やったな早かったなんか一瞬で終わってしまう、そうそう、盆休み全部後半で過ごした思い出がありますいやあれはあれで楽しかったな、楽しかった、あの時はまだ DOD のかまぼこテント、そうでチーズタープっていう、うん、チーカマスタイルで、チーカマスタイルでそれ以来の富士です、うん、いやでもほったらかしでかいな、でかい、一応なんかその全サイトをちょっと見て回ったけど、うん、でかかった規模がねこんなでかいキャンプ場見たことないけど、ほんまにすごかったな、ほんまに、ほんま夜、昨日の夜な、一人でトイレ行って帰るときに溝にはまってこけるって、大人がこけるってなかなかやからななかなかないですよ、うん、そんな思い出もありつつ、いい思い出を、いい締めくくりを迎えれたかなって思います、天気にも恵まれ、富士にも恵まれ、そう、いやほったらかしに来たら朝早く起きちゃうよね、今日も4時過ぎに起きて、昨日も4時過ぎに起きて、うん、もう一回寝たけどな、昨日、昨日はなそれがもうあれですよね、2泊の醍醐味、二度寝ができるいやじゃあどうでしたか、ほったらかしキャンプ、いやもう最高すぎて、ちょっと私もう出てしまったやろ、一つ頭一つ出てしまった、そう、あのちょっと知ってしまって、最高以上の最高を知ってしまったから不安やねん、これからのキャンプライフが、キャンプ違うとこ行って、あーやっぱりほったらかしがいいよねってなっちゃう、まあそれぞれのキャンプ場にそれぞれのいいところがありますよね、あるから、うん、それを見つけながら行けたら、いろんなキャンプ場の、そうそうそう、いいところ、いろんないいところを、うん、見つけるように楽しんでいきたいですよね、うん、いやもうここのキャンプ場いいとこしかないんだけど、悪いとこどっかありました、急斜面膝悪いもんな、今回は頂上サイトなんですよ頂上サイトで、うん、でやっぱトイレがちょっと下にあんねん、うん、遠くはないねんな、うん、勢いね、もうスー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 って行くね、帰りはもうやばい多分な、32度ぐらい昨日31度言うとったけど、32度あの坂がな、心臓破りやる、ね、きついよな、うん、あの瞬間だけもう帰りたいと思うそれだけやな、なんかあれ やなと思った、違うサイトやったら多分全然、うん、死んでもない、全然いいと思う、そうやんな、うん、横浜サイトやってみ、近いで、トイレ、うん、後ろトイレ、めちゃくちゃいい、頂上サイトやっぱり一番景色いいんちゃうかな、景色的にカフェもな、カフェも近いし、ここもなんかすごいいいなと思ったけど、さらに上のカフェ行ったらやっぱ上の方が良かった、景色、うん、上の方がいい、全然ちゃうかった、全然ちゃうかった、一段上がっただけで、もう頂上サイトはね、カフェ近いし、あのどこでもドアがすごい、そうどこでもドアでね、うん、あの素敵な写真撮ってください皆さん私はほとんど撮ってませんもう分からへんねん、撮り方が、あどう撮ったらそんな素敵な、まあふーちゃんうまいこと撮ってたよ、うん、はい、というわけで、もう名残惜しいけど今回はね、あのデイ1とデイ2で、うん、動画をお届けさせてもらいましたけど、皆さんどうでしたか、ほったらかしキャンプ場のこの雰囲気を上がっていただけたらいやないいかなと思います、ほぼこの辺しか映ってないけど確かに、うん、この辺しか映ってないけど、まあなんとなく
ほんまやな。こんな感じっていう。うんうんうん。やっぱこっち関東圏の人からしたらすごい結構な。うん。まあ、全国的にメジャーやけど、うん、やっぱその関西方面になるとなかなかこっちに来るのはやっぱ大変や、うん、そうやな。だからその、うん、なその候補のキャンプ場には多分あんま入ってけへんと思う。ああ、まず予約、うん、取られへんし、うんうん、これ な動画見て勉強になってぜひ、そう、行きたいって思って、うん、予約頑張って取ってください。取っていただけたら、うん、嬉しいですよね。また来年私も頑張って予約取ってみようかなって思ってます、はい、いい出会いもあったしね。いい出会いもありました、うん、お隣さんとね。お隣さんとイケてる美容師さんと出会いました。美容師さんと、あともしかしたら大阪に転勤になるかもしれない。そうそうそうその時大阪で会いましょう。一緒にキャンプしましょう。はい、声かけてください。はい、じゃあ今回はこの辺で撤収しましょう。撤収しましょう。もう日差しがやばくなってる、うん、はい、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。じゃあ最後皆さん一緒にやりましょうか。バイ、センキューで終わりましょう。ふもとっぱらからのバイ。ちょ、ふもとっぱらちゃうわ。めっちゃ間違えるやん。ほったらかしね。ほったらかしからのバイ、センキューでね、終わりたいと思います。皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.